礼します。こちらの部屋に面接がありますか？はい、どうぞ座ってください。なるとして一人でいる。君の両親はどこ？あ、私は会社長ですよ。子供だけじゃないよ。13歳です。座ってください。まさか。無理だよ、冗談じゃないよ。子供なので小さくて若すぎる。ひどいですね。私は社長ですよ。2年前にハーバード大学を卒業してこの会社のために働き始めました。これは私の会社です。信じられないなら外に出てください。お待ちになってください。間違えてしまいました。本当にすみません。謝らせていただけませんか？いいえ、あなたと話したくないよ。もう出てください。本当にすみません。すみません。面接の時にお腹が空いています。じゃあ社長さん、このポッキーを召し上がりたいですか？ポッキーですか？じゃあ座ってください。ありがとうございます。僕は山本と申します。どうぞよろしくお願いします。僕は東京から参りました。僕は35歳です。そうですか。じゃあどうしてフィッシャープライスで就職したいですか？僕はおもちゃを作ることが好きです。子供の時にその会社、この会社のおもちゃといつも遊びました。僕はたくさんおもちゃのアイディアがあります。今日たくさんアイディアのデザインを持っていらっしゃいましたから、社長さん、そのデザインをご覧に、どうなりたいですか？すみません、ちょっと待ってください。この子犬かわいい。どうしたの？続けてください。デザインをご覧になりたいですか？はい、もちろん。これはかっこいいアストロノット。それはガムで作りました。ですから柔らかくて飛べます。ああ、このおもちゃが大好きです。飛びなことがありますか？この会社のために何ができますか？毎日おもちゃをお作りできます。そしておいしいなスイートをお持ちしましょうか？例えばアイスクリームやポッキーをお持ちできます。はい、じゃあまた明日この会社で頑張ってください。はい、ありがとうございます。